皆さんこんにちは、ハードワーカーの大西でございます。いつもベアテネチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。はい、あ、皆さん気づきました、ちょっと髪切ったんですよ。今流行りの2ブロックですね。ちょっとまあ最先端行こうと思って5ブロックにしようと思ったんですけど、ちょっとまあ時間かかるってことだったんで、今回まあ2ブロックに収めておきましたけど、はい、本日のテーマはミニラリーで、このミニラリーなんですけど、なんとなくこうこなしてしまうだけの練習って方が多いと思うんですけど、まあ、意味のあるミニラリーにするためのポイント今日は説明していきたいと思います。3つあります。はい、まず1つ目はですね、まあ、ボールがゆっくり、あと距離が短いんで、多少足を動かさなくても手だけで返せるわけなんですよね。はい、じゃなくてちゃんとフットワーク、リズミカルなフットワークを使う、それポイント1ですね。はい、で2つ目がで、まあ、よくあるのがこのミニラリーで後ろに下がってしまう方、もうこれは準備が遅い証拠ですので、もう基本的にこのミニラリーっていうのは深いボールはライジング、あとはボレーで対応できるといいかなと思います。で準備を早くする、はい、早く引き始めるっていうのがポイント2つ目ですね。で3つ目が、ボールに回転をかける、まあ、これはまあ普段ロングラリーで回転をかける方限定になってくると思うんですけど、普段からちょっとフラット系の方はあんまりかけなくていいと思うんですけど、まあ、この右ラリーの時だけただ合わすだけ、はい、ポーンって当てるだけの方も意外と思ってますので、そこはしっかりこのミニラリーから回転をかけていくということで、練習のつながりが、はい、この後ロングラリーをしていくんで、ロングラリーに向けてあのいい準備が、はい、できると思います。で何のためにミニラリーするかっていうと、次の練習の準備やと思っていただいて、まあ、次、長い距離で当然ラリーすると思いますので、そのための入念なフォーム確認、で体の調子はどうなのか、で その日の感覚はどうなのかっていう、まあ次のための準備をこのミニラリーでやっていくと、よりまあ有意義な練習になるかなと思いますので、皆さんもそこら辺ちょっと意識してぜひミニラリーの方やってみてください。はい、